はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、お久しぶりでございます。本当に1週間以上ぶりの動画になりますね。CWL ベガス、ラスベガスの世界大会もひとまず終わって、で日本に帰ってきて、速攻、まあ、2K っていう APAC の大会があって、でかなり忙しくてやっと落ち着いたので、今回はその CWL ベガスについての動画とお話と、前から言ってた来年のね選手活動についての話をしたいと思います。で、今回のラスベガスはいや、なかなか凄まじかったですね。まず参加チームが250チーム以上出てたんで、オープン、まあすごい規模でしたね。前回のアナハイム、僕たちが出たアナハイムより本当に規模が大きくて、人が大きく多くて、まあ、とにかくすごかったんですけど、でまず1回戦、本当のウィナーズの1回戦ですね。僕たちはリアクトゲーミングっていうところに当たったんですけど、ここがかなりの強敵で、本当にアマチュア、アメリカのアマチュアのトップのチームで、その CW ベガスの1個前の 2K の NA の 2K ね、アメリカのこうオンライン大会でもフェイズとかね、ルミノシティよりトッププロより上の順位だった、本当に強いチームと当たって何もできず負けてしまいましたね。本当に強かったです、ここは。まあハードポイントも100点取れなくて、でサーチがね、本当僕たちが戦ったことがない戦い方で、本当日本チームには絶対ない戦い方でしたね。なんて言ったらいいんだろうな、まあとにかく頭脳プレイだったんでしょうけど、もうめちゃくちゃ連携がすごくて、とにかくこっちの動きを引き寄せる動きがうまかったりだとか、まあ、僕たちがやりたいようにさせてくれず、本当に0-6っていう結果で終わったんですね、サーチで。僕たちもそのなんだろう、普段の動きができてないとか押し付けができてないとか、そんなんじゃなくて、自分たちがやってきたこと、作戦とかはもちろん思い切ってプレイしたりもしてたし、全然そんな慌ててはなかったんですけど、本当に通用しなかったっていう感じでしたね。僕たちのやってること、作戦とかも本当に通用しなかった。本当うまく対処されて、でもすごいいい経験でしたね。でそのウィナーズ1回戦はそこと当たって、すぐルーザーズに落ちちゃったんですけど、でルーザーズ1回戦はまあ普通に勝てて、でルーザーの2回戦すごい間長くて、夜中の1時とかまで待ったんですよね。6時間8時間ぐらい待って、まあこれもそのなんだ、世界大会のこのオープンのまあ過酷さですよねと思いましたね。本当250チーム以上出てるんで、まあトラブルも多かったしね、すごい試合が遅れてたんで、まあかなり長時間になるんですよ。本当に朝から本当にガチの夜中までやるっていうね感じで、まあ、1日目は突破しました、そして無事に。で1日突破して終わったのがもう2時とかで、まあ、宿泊先に帰ってきて3時ぐらいなんですよ、夜中の。でそっから寝て、また朝の8時にはもう来て、すぐ次の試合ってことで2日目ですね。で2日目はルーザーズの2回戦は、ここ本当問題なく勝てましたね。本当朝から、朝の10時ぐらいかな、いきなりもう試合して、すごいいい感じに、その1日目ダメだったところもかなり改善できて、突破できたんですけど、その次かな、ルーザーズの4回戦かで僕たちは負けてしまったんですけど、僕たちのラッシュゲームのコーチのストーリー君っていう、こうアメリカのもう本当トップアマチュア勢と当たったんですよね。いやこれかなりすごい確率だなと思って、250チーム出てる中でまさか自分たちのコーチのチームと当たると思わなくて、まあびっくりしましたね。でその試合は本当そのルーザーズの3回戦が終わった瞬間もうすぐ始まったんで、もう休みなく入ったんですけど、僕たちも結構手は温まってる状態で行ったんですが、まあ結果はもう1試合も取れず負けてしまったって感じですね。まあでもまあなんだろうな、前にこうアナハイムの時にストーリー君たちとやった時、
ほどはまあフルボッコではなかった、一方的な試合ではなかったんですけど、まあかなりやっぱ実力差は感じた試合ですかね。まあでもストーリー君、そのコーチのストーリー君的な、まあもちろん全然君たちは成長してるよとは言ってくれたんですけど、まあ確かに成長してる感じはあったんですけど、やっぱまだまだかなっていうところでしたね。でもまあハードポイント、前は昔はねこう30点取れなかったところが、まあ100点近く取れたりとかしたんで、まあ確かに成長はしてるのかなと思うんですけど、まあそんな感じで今回は、CW ラスベガスはルーザーズの4回戦に、まさかの自分たちのコーチのトクと当たって、まあ負けてしまったっていう感じですね。今回と CW アナハイム比べてやっぱり成長は増してると思います。まあでもまだまだですけどね。でも確実に前回のようにはいかなかった。その前回 のように本当何もできずたらたら負けていった感じではなく、まあ、ちゃんと学ぶべきところはあり、で通用するところも増えたしっていう感じでしたね。まあでも、やっぱ改めてこのアメリカのこのオープン、もう250チームの中から生き残れの4チームってすごい過酷さを改めて思いましたね。本当勝ち進めにはこう何十回って勝たないといけないんで、連続で。でまあ中にはすごいね、今回も特に250チームってまあすごい多いんですけど、なんかアメリカのこう18歳になった若手のすごい強い人たちも増えてたりして、かなり感じたのはアメリカのレベルもやっぱすごい上がってるなっていう印象でしたね。ワールドウォーズ2の時より本当で。ラスベガスの試合の方はラッシュゲームの公式チャンネルで、まあ、携帯で現地でこう生配信した、ちょっと画質悪いんですけど試合もあるんで、まあ、見てない方は、まだ見れます。ひとまず、応援ありがとうございました。ひとまず落ち着いたんですけど、昨日ですね、CWL についての発表があって、日本が正式に CWL に、加入ということで、今まで本当何年も何年もダメだったことが本当についに、体現したというか、日本が正式に、まあ、世界大会に参加できるっていう発表がありましたね。で日本は、その CWL、まあ、各イベントごとの前に日本で、オンライン大会とオフラインの決勝をやって、優勝した人がその僕たちが今回出たオープンの CWL のオープンに世界大会に出れるっていう感じなんですけど、そうですね、まあ、ここで、まあ、来年についての話したいと思うんですけど、まあよく考えました。めちゃ考えてたらよく悩みましたね、本当に。でかなり悩んだ結果、BO4 シーズンは僕はちょっと選手を続けようかと思います。まあ、っていうのもやっぱり CWL にこう日本が正式に加入できて、世界大会に出れるっていうのがやっぱ一番大きな理由でして、まあ、僕はその引退しようかなって考えた時も、そのこのことはね知らなかったんで、僕はその去年のそのワールドウォーズシーズンみたいな感じだったら、まあ、選手はね続けないつもりだったんですけど、まあ、ここでまさかね6年以上前に願ってたことがね、まさか叶うとは思ってなくて、かなりねびっくりしたで、困惑したというかまあびっくりして悩んだんですけど、やっぱりここは続けるべきかなと思って、ひとまず BO4 シーズンは続けようと思います。本当にこの年は本当今までと絶対違う年になると思うんで、本当に日本が世界とにこうなんだろう、いける、本当にちゃんといける年になると思うんで、まあ本当もう楽しみですよね。本当にこれはもうワクワクしかない。というわけで、まあ、今年は、僕がねずっと願ってた世界大会、まあ、世界に行けるということで、まあ、BO4 シーズン世界にちょっと挑戦したいと思います。でちょっとねアメリカのそのチームっていうか、今の日本の実力ちょっと説明しようかなと思ってて、まあ、アメリカチームは
強いんですけど、もう知らない人からしたらもうなんかみんな強いかなっていう、まあ、どういうアメリカチームでもやっぱいっぱいあるんで、どこがどうっていうのが詳しく分かんないと思うんで、ざっくり説明すると、まあ、ABCD っていう風に分けるとしたら、 A が本当オプティックとかフェイズとかね、もう本当有名なトッププロチーム、プールプレイに入ってるトップチームで、 B が、そのトッププロじゃないけど、その、まあ、一応プロチームだけどトップではないプロ勢が、まあ、エニグマとか、そういうところですね。でもプロチーム、トッププロとは通用する実力がある、まあ、B チームがあるとして、でその下の C が、僕たちのストーリー君とかコーチのストーリー君とかがいる、まあ、トップ、いわゆるトップアマチュアチームっていうところなんですよね。まあ、この ABC は本当に強いやつらっていう感じなんですよ。で、まあ、その下の、まあ、D チームが普通のアメリカのアマチュアチームっていう感じで、日本の今の実力はその ABCD の、まあ、C と D の間くらいかなっていう感じですね。まあ、D チーム、下の方のアマチュアの D チームには勝てるけど、やっぱ C のトップアマチュアは正直今は通用してないっていう感じですね。でこれは本当 3,4 年前のヨーロッパとかオーストラリアがそうだったんですよね。そのヨーロッパもオーストラリアも最初はアメリカチームは通用しなくて、だけど 3,4 年後に、本当にアメリカチームに通用するぐらいこう強くなっていったんで、まあ、全然まだまだ日本も通用するようになる可能性は全然あるし、でしかも今年からねやっと世界大会に正式に出れるようになって、こう海外のチームと戦う機会がどんどん増えると思うんで、日本のレベル絶対諦めなければね上がると思うので、本当こっからが楽しみですね。でこの前発表あったんですけど、グッピーの方が、ラッシュゲーミングの選手を引退してストリーマーの方に、コンテンツクリエイターの方になりました。なので今僕たちは、まあ、選手は現状今僕含め、僕とウィンレット、ルーク、ハントっていう4人ですね。でまだ新メンバーの方は発表してないんですけど、1月にねもうすぐ大会があるので、その CWA を決める大会があり、オンライン予選とでオフラインが、党会議で行われる感じなんで、まあ、近いうち新メンバーを発表すると思います。でグッピーの方もね、まあ、選手としてワールド2からね続けてくれて、皆さん本当応援ありがとうございました。で彼はねこれから、まあ、サポートの方に回ってラッシュゲームの一員としてね、僕たちと共に頑張っていくので、彼の方もグッピーの方もね選手辞めたけど、ストリーマーとして応援よろしくお願いします。はい、というわけで、だいぶ久しぶりの動画だったんでもうなんかどんな感じで撮っていいか分かんなくて、かなりグダグダだったんだけど、まあひとまずね、これで、まあ、選手続行しますよっていう報告になります。ブラックオプス4シーズンね、本当、マジですごい年になると思うから、ぜひ応援よろしくお願いしますって、応援っていうかもう、COD 全体、日本の COD 全体を応援してっていう感じですね。もう本当に、本当にすごい年になりますよ、これは。本当になる、本当になると思うから。ぜひよろしくお願いします。というわけで、まあここからは、まあ、いつも通りの通常運転ですね。交流戦の配信はツイッチでしてるし、動画の方もね頑張ってあげていこうと思います。というわけでお疲れ様でした。We were never apart, drinking too young, way too much fun out.